漫画でっちょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。いやー、大興奮の生放送でございましたね。私、終始狂気乱舞しておりました。テンション上がりまくりまくりすぎですぞ。というわけで、本日からサガ31周年記念サガフェス、第1弾が、開催、そして新イベント、女神からの贈り物がスタートです。今回は私がサクッと考えた周回パの、ご紹介でございます。まだガチャは引いてないので今回の、スタイルなしの編成ですが、よろしければ最後までご覧くださいませませ。それではまず今回のイベントのおさらいから、HP1740 目安の、育成におすすめということで、育成上限は、D8 のイベントと上限同じ。D8 のイベントは、9月1日までは全キャラが育成4倍対象ですので、単純に育成だけを考えたら D8 を、周回している方が良さげですな。このイベントでは3種類の、SS 装飾品がドロップ、ニクリング、先生リング、ハニワリングがドロップいたします。しかもそれぞれプラスの装飾品も、ドロップするということで、プラスを集めるとなるとかなり周回しないと、厳しそうですな。まあ普通のとプラスの違いは、属性耐性が4違うだけなので、無理にプラスを集める必要は、ないかと思います。その辺はお好みでですな。クエストクリアで交換所での、報酬交換アイテムが、ドロップするので、そちらを集めて交換報酬を、集めていくいつもと同じようなイベントですな。そしていつものようにストーリーは、なしでございます。ストーリー欲しかった。またクエストには稀に女神の贈り物が、出現しまして、その報酬で去年のサガ30周年記念の、S スタイルが稀にドロップ。当時まだプレイされてなかった方はぜひ回収しておきたいところです。育成アビリティ対象の、キャラは今回のガチャで実装の、キャラが4倍。ゲームボーイ版スタイルの方々も、4倍、熱属性が3倍となっております。出現する敵の耐性はラウンド1の芋虫は、ダレイがマイナス45、陽がプラス30、ファントムは熱雷陽が、マイナス45、陰がプラス30、ラウンド2のライブオークは残熱が、マイナス45、ダがプラス30、ゴブリンは熱霊雷が、マイナス45、凸がプラス50となっております。芋虫以外は熱が通りやすくなっております。それではサクッと考えた私の、周回編成のご紹介です。まずは、育成ボーナス4倍のメンツばかりを、集めたパーティー。陣形はアニマストリーム、配置はこんな感じでございます。完全お着物1枠、エスパーギャルのところがお着物となってます。一番に2点、5周年リズ、ステータスと装備はこんな感じです。アイシクルシュートを継承して、2ターン連続全体攻撃ができるようにしております。1ターン目に動かなかった時は、ラウンド2で全体ファストが、使えます。2番に神、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド1で神の力、ラウンド2でひつまぶしを使います。ラウンド1で出番がなくても、光あれがあるのでもう満体です。3番に 1.5 周年上、ステータスと装備はこんな感じです。L2 尿継承、ラウンド1はフランベソルベ、ラウンド2で L2 尿使います。4番に2点、5周年ポルカ、ステータスと装備はこんな感じです。2ターン連続ファイアボールプラスを、使うよう BP 調整しております。ラウンド1で出番がなかった場合はラウンド2で、全体ファストが使えます。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。いきなり女神の贈り物がいらっしゃいましたが、もう満体、フランベソルベで一掃します。この場合はポルカとリズの全体ファストで、終了ですな。ラウンド1が贈り物のみの、場合は3手で終了でございます。というわけで、普通に敵さんが出現したバージョン。ラウンド1は上と他3名のうち2名が、動いて突破。
ラウンド2は前4人が全体攻撃して、終了です。ラウンド1でポルカが動かなければ、2手で終了ですな。とまあこんな感じで5から7手くらいで、周回可能です。続きましてこちら、熱全体攻撃多めの、パーティーです。陣形はアマゾンストライク界、配置はこんな感じです。完全置物2枠、父親と人間男のところが、置物枠です。一番に差がリッチ、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド1で豪華連山、ラウンド2で陰線を使います。2番に荒消す、ステータスと装備はこんな感じです。2ラウンド連続岩爆撃を、使うように BP 調整しております。ラウンド1で動かなかった時は、ラウンド2で灼熱大回転ぶっ破です。3番にエスパーギャル、ステータスと装備はこんな感じです。ここはリッチとアラケスで倒せなかった分を、削り切れる火力があれば、どんなキャラでも OK です。置物じゃない育成枠といった感じですな。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド1と2とも2前の、3人が攻撃して終了といった感じです。連携が発動した場合はリッチと、アラケスで突破できてしまうので、3番は高コスト全体スキルを、持ってるスタイルがベストですな。とまあこんな感じで大体6手で、終了です。以上、女神からの贈り物、私の周回編成の、ご紹介でした。初日なので、こんな感じでサクッと思いついたパーティーの、ご紹介でしたが、もしよろしければ皆様の周回パも、ぜひぜひ教えてくださいませ。私も参考にさせていただきたいと、思います。とまあ今回新イベントの、周回についてお話しさせていただきましたが、最初にも申し上げたように、育成ボーナス対象キャラは、T8 の方が多い上、開催期間は、T8 の方が短いので、まだリストバンドプラスが集まってない方や、幅広く育成したい場合は、T8 の周回をおすすめいたします。まあ9月3日から開催の、制圧戦でまた育成上限が、解放されるんですけどね。それでは皆様、サガ31周年記念サガフェス、第1弾、楽しんで参りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、